メラニーさんが一心に仕事をしている本のイラストレーターになるためだメラニーさんは虚食症だった頃に本を一冊出版しているそれは自分の病気を治すためだったその中で虚食症を狐に例えているキツネはしばしば騙す行為に結びつくからだ実際メラニーさんは食べた料理について周囲の人々を騙してきた 料理をして見せたり食べるふりをしてパンをちぎったりたっぷりとした服で細い体を隠したりしただがその時期は終わった今は自分について語りたいと思っているすべては小学校で始まったいつも周りの子どもたちと自分は違うと感じていました彼らのグループには入れないと自分をあんまりいい子でないと感じ 食事を拒否し始めました自分の体が大嫌いでしたちょっとシャワーをする時でさえ自分の体を見つめるのが嫌で仕方がなかったのですこれは思春期の誰もが経験する自己嫌悪だ太っていなかったのに痩せることが自分を変えることだと思い込んだ いつもどうしたら食べずに過ごせるのかを考えていましたそして食べないことが自慢になってきましたしばらくすると体重がすごく減りましたが髪が抜けたり気絶したりする日もありました <music> その時になってやっとこのままではダメだと考えるようになるが、もう食べられなくなっていた。自分に食べることを強制、母親が解決策を見つけてくれた。母が良いアイデアを思いついたのです。食事中に本を読んでくれました。 それは素晴らしいことでもし本を読んでくれなかったら私は嫌いな食事のことしか考えなかったでしょう精神科医や家族グループセラピーのおかげで少しずつ普通の生活に長くつらいプロセスだった自信を取り戻し他人を信頼しストレスとどう付き合うかそれが問題だったからだ。 1>, 1年前に社会復帰できました人との新しい出会いが多くのことを与えてくれましたこんなに回復できるなんて思ってもいなかった今は本当に幸せです